由 PHO 的好朋友原生生产生的认识恶魔们在 KP 大的部分终于的来吧嗨终于开始了。那么我们今天就来跑跑看，不过呢怎么讲呢，其实我的马还没练好，也哈利オクトーバーフェストですね。为什么会出这样子，是为春天嘛，曼哈顿咖啡已经终于时装了嘛，所以我们就在那里抽，把我们的石头全部抽光了。对，抽161点也补到了，之前没有抽到的包括神盖跟玛利亚大雨星，我想要他跑跟这个杯赛，可是呢还没练好，毕竟我前天才抽到玛利亚大雨星，我昨天才实况预测，所以其实都没有练出完全的地方。啊、至于为什么要出米花那不得崩呢，其实最一开始在马上当咖啡确定要失踪之前呢、我原本这一次的来不来原本是想要出偷开 KO 跟那个米花那不得崩，为什么，因为菊花赏，因为菊花赏没有办法那个五败三冠的两位，有没有想要让他们看有没有办法在这次的来不来还可以复仇之类的，但是先把这次关不好练呐、长距离，我因为我自己是没有那个，那个 speed star 那个，因为凹 speed star， 然后又要凹那个远古跟格藏嘛，所以那个我的资源卡不足的关系，就是先行不是很好练。所以呢，我要想投开掉就没有办法了。至少了，第一场我们先这样子跑看。我也就准备另外一只拿来带带先，想要跑跑看去。第一批先这个吧。出走登録する。はいはい。セウ。はい。マンハッタン。五レースを走る。はいはい。セウスカイです。ライブラフ、はいはい、セーブスカイです、はい、ニホノブルボン、はい、ニホノブルボンです。其实真的不够，卖也不够，はい、ニホノブルボンです。まあ我们先试试看好了，毕竟才ランドワン而已，ランドワン而已，应该不会太困难吧。欸、其实我有在想，以后那部分其实我另外一只那个长距或者那个吉姆列斯常常放在那个队长位的马亚诺都不敢可以用，所以我们等一下如果换拿亚带请组的话，我们可以换一下。那我们先这组跑跑看吧，因为其实单逃没有办法把那个领先距离拉开嘛，所以如果你想要出逃马的话，那就至少要出双逃，因为这只追马肯定会很多，所以极有可能遇到除了你之外其他人都没有出逃马的情况，所以最好啦，你如果想要出逃的话啦，真的想要出逃的话啦，那就要出两只逃，这一个人要出两只逃。8番マンハッタンカフェ、マンハッタンカフェ8番人気です。ちょっと厳しいメンバーです。在マンハッタンカフェ主要就是因为你这一次刚出马，所以想要带他出来玩。マンハッタンカフェ也是我那个当初有时装的，有时装胜负服，但是还没有时装码的时候，唯二我想要说啊，他出了我就一定要抽码。一个是 A 星无赖兄弟的盲哈当咖啡，也就是盲哈当咖啡终于出了，那我还不带他出来玩吗？嗨，那么就到这一次的奖品福利。哎呀嗨，难道还记得？美しい青空が広がる京都市場、ターフも絶好の両馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。現在1番人気は秋の三冠馬娘テイエモオペラオ、続く2番人気は二冠馬娘ライスシャワー、注目のグランプリ馬娘マンハッタンカフェ8枠8番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。整いました。綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか、開始のクールダウン。先行争いは1番セウンスカイ、2番セウンスカイ、ニホノブルボン、期待通りの結果を出せるか。1番人気 AM オペラ王、
長丁場のこのレースですが、ミホノブルボン早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは1番セイウンスカイ、2番セイウンスカイ。ミホノブルボン2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。まもなく第4コーナーカーブ、2番セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭は1番セイウンスカイ、1打席リードを差がなくミホノブルボン。その後から1番セイウンスカイ、4番手にはライスシャワー。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。2馬身3馬身開いて AM オペラ王、その後3、4馬身開いてナリタブライアン。2馬身差7番ゴールドシップ、後ろバンハッタンカフェ、その後5番ゴールドシップ。一気揚々と先頭行きます。2番セイウンスカイ、どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。一息つけるといいですか。順位を振り返っていきます。現在1番手は2番セイウンスカイ、続いてミホノブルボン。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭2番セイウンスカイ、レースはよどみなく進んでいます。ミホノブルボン並んできた。内から内から1番セイウンスカイ、5馬身離れてライスシャワー。天狗オペラ王、ここにいた。1馬身離れてナリタブライアン、4馬身離れてマンハッタンカフェ、内を回ります。7番ゴールドシップ、その後3、4馬身開いて5番ゴールドシップ。2番セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。2番セイウンスカイ、彼女の確信があっていますね。2周目の無双上面、那个是太远了吧，他比我骑这么远的哦。哎，我离山景很远哦，为什么他才骑得到？ナリタブライアン、その後ろからテイエモオペラ王、7番ゴールドシップ並びかけてきた。残り 1000m を通過、うちマンハッタンカフェ、そしてその後ろから行くのはスマ。 OK、釣魚。すや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 大物いただき、ハマったね。スエイ釣魚、スエイ釣魚。2番セイウンスカイ、まだリードをキープしています。ここで先頭はミホノブルボン、3番手1番セイウンスカイ、7番よし。虹色の星、お友達、額縁の空、そしてあなたは、あなたは第4コーナーを進んで得点へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。ギリギリ詰めてくれたゴールドチップ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が進めるのか。やば、中止、来不及了。再走过去，やば，蝴蝶だ。頑張れ、カフェ、カフェ、行け、カフェ。カフェ頑張れ。あとちょっとだ。日本のブルボン、また負けませんよ。あー、ダメだった。俺なんか、なんか。セイウンスカイ、我们的セイちゃん麦切。刚吃了那个赖斯的红字，赖斯的那个固有蜥蜴。啊，就多西嘎巴麦切了啦！刚我看到不妙，哇，分赖斯的那个尸体好远哦，他那个说好像四位还是五位。我直接吸到第一位去了，天哪，他的前面全员都简体了，这么恐怖。息を合わせて。不过 C 讲，你想 C 讲的那个 stamina 有点难撑。8番人気、8番マンハッタン、マンハッタンカフェ。美しい青空が広がる。さあゲートを開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。セイウンスカイとミホノブルボン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気、7番東海帝王。セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭はセイウンスカイ、安心で飛ばしていきます。マンハッタンカフェ、落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。第4コーナーカーブ、先頭がやや速いのか、間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。先頭は依然セイウンスカイ、2馬身リード続きました。ミホノブルボン、そしてスーパークリーク、少し後ろから4番東海帝王。まずは1周目正面スタンド前に入った7番東海帝王、この位置につけています。後ろライスは4馬身差、マンハッタンカフェ、1馬身離れて成田大進、1馬身差グラスワンダー、7番東海帝王。果たしてどうでしょうか。焦っているみたいですね。前との距離が気になるのでしょうか。順位を切り替えていきます。現在1番はセイウンスカイ、続いてミホノブルボン、大きく離れて
スーパークリーク少し離れて要市民可以開路1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。大事に開始的时候从台北开始他都中中弯的时候吧中弯的时候再到西宁知道干嘛。さらには7番東海帝王その外並んでライスシャワー一橋インサーマンハッタンカフェ一橋に離れて成田大使その後からグラスワンダー一気揚々と先頭行きます。低温スカイどうでしょうこの展開ちょっとかかりにくいかもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが差不多離多远才会被吸引还是说前面无限的到这次赖赖斯的部落系统那个哦不是中弯哦是中后哦中后盘啊中后盘到新街开了OK 中盘弯道钓鱼先頭進みますがこれは正解でしょうか。セイン使い彼女の客室にはあっていますね。先頭はセイン使い我的カフェ上来了カフェ好快日本のブルボン第4コーナーを進んで直線へ向かう勝負どころ最後の直線へとかけていきます。これはすごいナイスピスタこれはいいなカフェすごいこれはすごいカフェすごい栄光まで400起動開始リミター解除セットオールリン日本のブルボン始動これは絶対は僕だカフェ頑張れカフェ頑張れあとちょっとだよしおっ这起码领先5码分以上9码分有领先那么多我们这次还是追马比较占优势的，这次追马好像比较占优势。长距离的四 A R 七，我这次真 Sky 完全是耐不够。等一下，我这次耐真的不够，很不够，792一惊回，跟进365，这样还差200吧？你样子加起来才那1200多而已。就算有开圆弧还是不够。那 Seven Sky 要继续充电，这只是赶鸭子上架。毕竟我那个昨天才把那个 Seven Sky 跟那个白行各练了一次，才开始练，未完成体，连地固都没有。我想说，试跑一下，看来还是不太行。6番人気8番マンハッタンカフェ。ライバルたちは強力ですが。待て。我今天要准备下一次的图。晴れ渡る空のもと行われる京都レース場、京都レース場芝3000ライブラーハイ9人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのはトリプルティアラの馬娘オグリキャップ1番人気です。2番人気を紹介しましょう。2冠馬娘セイウンスカイ注目のグランプリ馬娘マンハッタンカフェ8枠8番での出走。私が一番期待している馬娘気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了出走の準備が整いました。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。苦しい戦いを強いられているオグリーキャップ、ここからどう出る。セイウンスカイ会長に飛ばしていきます。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは二方のブルボン、さらにはマヤのトップガン。2馬身離れて5番東海帝王、5番手にメジロマックイーン、その後ろ2番東海帝王、2馬身3馬身開いてマンハッタンカフェ、間もなく第4コーナーカーブ。そしてここで先頭は二方のブルボン、続きましたセイウンスカイ、後からマヤのトップガン。2馬身3馬身開いて5番東海帝王、外を回りますメジロマックイーン、内から2番東海帝王、5馬身離れてオグリーキャップ。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。その内並んでマンハッタンカフェ、外でスペシャルウィーク。
オグリキャップ、果たしてどうでしょうか。ババ状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。順位を振り返っていきます。現在1番手はミホノブルボ、続いてセイウンスカイ、その後ろマヤノトップガン、2馬身3馬身開いてメジロマックイーン、5番東海帝王、5番手2馬身3馬身開いて2番東海帝王、第1コーナー回って第2コーナー、さらにミホノブルボ、セイウンスカイ並んでくる。あとはマヤノトップガン、その後3、4馬身開いてメジロマックイーン、2馬身3馬身開いて5番東海帝王、その後2番東海帝王、オグリーキャップ、この位置につけています。その後からマンハッタンか、1馬身差、スペシャルウィーク、意気揚々と先頭へ行きます。セイウンスカイ、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですか。2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。セイウンスカイ先頭は変わらず、セイウンスカイ2馬身離れてミホノブルボ、そして外目をつきましてはメジロマックイーン、4番手にはマヤノトップガン、2馬身離れて5番東海帝王、そしてその後ろから行くのは2番東海帝王、オグリーキャップ並びかけてきた。残り 1000m を通過、すぐに続いてマンハッタンか、さらにスペシャルウィーク。还好还好，在尾盘弯道之前马昆大会在中弯才开，但是那个钓鱼在第三弯就会开了。谁？谁在开红旗？いける、カフェ、いける。スパート、一気にレースが動きます。マンハッタンカフェ、ここで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち越された。いける、カフェ、いけ。先頭を捉えると分けてくるのか。後方まで400。最後のコーナー。こうでろ。マンハッタンカフェ。ガルヤミヨ。2番手との差は縮まらず、これは勝負だ。200を通過。マンハッタンカフェ。これは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。マンハッタンカフェ。よし、マンハッタンカフェ、バチャ今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制した。これはすごい。勝ったのはマンハッタンカフェ、ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着はマヤノトップガン、3着はメジロマックイーン。影より早く駆け抜けました。这次这奖完全不行，那也完全不够。我要冲顶速，冲顶速变成慢多过。我重点是因为我也没有在放奈卡，这次放了那个莱斯肖瓦的那个利卡之后，你也不会去放那个斯帕克利卡。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは2番セイウンスカイ、ミホノブルボン、メジロマックイーン、最後方からのレースとなったマンハッタンカフェ。大丈夫か。ちょっと苦しいが大丈夫、ここからが彼女の実力の見せ所です。メジロマックイーン、会場に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、2番セイウンスカイ早くも先頭に躍り出た。激しい先頭争い、さらにはメジロマックイーン、大有効な落としてデッドスピーム、前から大きく開きました。耐力35%以下。引き手どころの難しいレースになりそうですね。現在1番手はメジロマックイーン、続きました。2番セイウンスカイ、3番手ミホノブルボン、3番手セイウンスカイ、4番手まずは1周目正面スタンド前に上がっていくマンハッタンカフェ。あ、カフェちょっと前に出ましたね。順位を振り返っていきます。メジロマックイーンまだリードをキープしています。続いては2番セイウンスカイ、その後ろ3番セイウンスカイ、内からミホノブルボン、さらにはスーパークリーク、その後ろからオグリキャップ、2馬身3馬身開いてマンハッタン。大家都觉得追马会很多，所以其实反而很多人反过来做。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は相変わらず2番セイウンスカイ、先頭から大きく離されて2番手はメジロマックイーン、少し後ろからミホノブルボン、その外並んで3番セイウンスカイ、この辺りまでで先頭集団を形成しています。2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は依然2番セイウンスカイ、3馬身リード、3馬身離れてメジロマックイーン、1馬身ミホノブルボン、3番セイウンスカイ、並んでくる。2馬身3馬身開いてスーパークリーク、その後3、4馬身開いて9番ゴールドシップ、その後ろオグリキャップ、1馬身差、1番ゴールドシップ、残り 1000m を通過。あとはマンハッタンカフェ、2番セイウンスカイ先頭を引き込みますが、これは来た。いこだ。2番セイウンスカイ、彼女の客室には合っていますね。先頭は変わらず2番セイウンスカイ、9番ゴールドシップ、ここから仕掛けどころだ。さあ
先頭に立ったのはスーパーフリーク第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この得点で勝負が決まるぞ。オグリキャップまだ抑えたままだ。マンハッタンカフェ前を狙っているぞ。カフェ頑張れ。ゴールドシップ追いつきたい。あなたにも栄光まで400回復。この末足いいよ。カフェ頑張れ。这次咖啡应该不掉分数。那有些人技能不会显示是不是？那两个为什么我们的那个 Seven Sky 一直喷红色？但是我也没有看到那个右上角有出什么技能，它是在喷红色。还有就是我家的曼哈顿咖啡在开那个 Speed E 塔的时候，为什么我家的 Stage 也会？等一下，我是不是看到哪一枪？天井ない仕上がりですね。後方からの豪快な追い込みを見せてほしいですね。次。さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。セイウンスカイと2番ニホノブルボン、この2人が競り合っているぞ。最後方からのレースとなったマンハッタン。大丈夫か？ちょっと苦しいが大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。2番ミホノブルボン先頭に立つのか。セイウンスカイ並びかけてきた。激しい先頭争い。3番手1番ミホノブルボン、その後オグリキャップ大きく離れてゴールドシップ第4コーナーカーブ。セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。前から大きく開きました。縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。先頭は依然セイウンスカイ1馬身リード。続いて2番ミホノブルボン2馬身3馬身開いて1番ミホノブルボン、まずは1周目正面スタート前に上がっていくオグリキャップ4番手。そしてライスネイチャー少し後ろからシンポリルドルフ、さらにゴールドシップ2馬身3馬身開いて成田大臣後ろマンハッタンカフェ。息をよく先頭に行きます。セイウンスカイどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが順位を振り返っていきます。現在1番手は2番ミホノブルボン、続きましたセイウンスカイ。第1コーナー回って第2コーナー、さあ先頭に立ったのはセイウンスカイ。2番ミホノブルボン内から行く1馬身差。1番ミホノブルボン大きく離れてオグリキャップ5馬身差。シンボリルドルフ、そしてその後ろから行くのはライスネイチャー。それを見るようにゴールドシップ外マンハッタンカフェ、その後山陽マシン開いて成田大臣。2番ミホノブルボン先頭進みますが、これは正解でしょうか。2番ミホノブルボン彼女の着実には合っていますね。2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。2番ミホノブルボン依然先頭は2番ミホノブルボン1馬身離れて西雲スカイ。さらには1番ミホノブルボン4番手オグリキャップ5番手シンポリルドルフ、その後ゴールドシップ後ろライスネイチャー1馬身離れてマンハッタンカフェ残り 1000m を通過。その後山陽マシン開いて成田大臣。2番ミホノブルボンまだリードをキープしています。1馬身離れてセイウンスカイ3馬身差。1番ミホノブルボン2馬身離れてオグリキャップ、この辺りまでで先頭集団を形成しています。いけるカフェ行け。あなたに先頭2番ミホノブルボン、レースは淀みなく進んでいます。まもなく大量コーナーカーブ。内から来るか外から来るか勝負の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。残り4頑張れカフェ。最終コーナーを曲がって这次霓虹的部分耐很多。啊，真的。2番圧巻の走りでレースを制した。勝ったのは2番霓虹のブルボン。来年の霓虹のブルボン耐很多。看一下当霓虹のブルボン。哦。看一下他怎么配卡，哦，14000哦，那这样就没办法，我练不出14000。双友人，那一只 Silence 四十卡的奈卡 ，Silence 四十卡的奈卡，那个是金出者。金出者他没有，他只点击啊。这次给集中力，大概是没有那个技能点。然后
哦，他这样子还有没有还有办法把炮拉那么高？啊，那应该有小北的关系。我双支双有人卡可以把柱拉到这样子。对他这样子跟那一跟那一辆的话了，就算没有开金轨，可能也还 OK。マスターに感謝。OK， 那我们就来换我们的第二组，第二组准备上场。出走登録するよ、ナナス。はいはい。声優使いです。日本のブルボンです。日本のブルボン。はい。日本のブルボンです。我只有韩流的模式，我想要把握看。韩流的模式在哪？我在。はい。日本のブルボンです。ライブラハイ。大きな大会です。カフェはマンハッタンカフェです。大使成田大使、舐めたら蹴っ飛ばす。5レースを走ります。対戦する相手は毎回変わります。那么我们的第二组就看吧。呆型的故事都很可爱，呆型这种个性，就是个傲娇。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。コールレースが期待できそうです。先行争いは2番メジロマックイーン、日本のブルボン。6番メジロマックイーン。期待通りの結果を出せるか。1番人気4歳帝王、日本のブルボン。会場に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、6番メジロマックイーン、早くも先頭に躍り出た。成田大臣ペースが速い。ちょっと前に出ましたね。先頭集団を見ていきましょう。先頭は日本のブルボン。三振で飛ばしていきます。第4コーナーカーブ、前から大きく開きました。縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。マックイーン現在1番は6番メジロマックイーン。続きました。日本のブルボン少し後ろからマヤのトップガン、2馬身3馬身開いて2番メジロマックイーン。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。ここまでが先頭集団。さらにはマヤのトップガン、6番メジロマックイーン並んできた。少し離れて日本のブルボン、その後ろに2番メジロマックイーン。東海帝王ここにいます。2馬身3馬身開いて成田ブライアン、後から成田大臣、2馬身3馬身開いて9番ゴールドシップ、5番ゴールドシップ並びかけてきた。意気揚々と先頭行きます。6番メジロマックイーン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は相変わらず6番メジロマックイーン。先頭から大きく離れて2番手は日本のブルボン、3番手マヨのトップガン、2馬身3馬身開いて2番メジロマックイーン、5番手には東海帝王、その後山陽馬身開いて成田ブライアン、5馬身差成田大臣。1周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。6番メジロマックイーン、先頭は依然6番メジロマックイーン、3馬身リード。続いては日本のブルボン、マヤのトップガン、外から行く。2馬身3馬身開いて2番メジロマックイーン、東海帝王ここにいます。3馬身差成田ブライアン、その後9番ゴールドシップ、外目をついて5番ゴールドシップ、残り 1000m を通過。それを見るように成田大臣、6番メジロマックイーン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。6番メジロマックイーン、彼女の客室には合っていますね。依然として6番メジロマックイーン、3馬身離れて東海帝王、まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この局面で勝負が決まるのはまだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。東海帝王とメジロマックイーン前を狙っているコースター、外から先頭を伺うのは東海帝王。栄光まで4着、最後のコーナー先陣を切ったのは6番ポイント。6番メジロマックイーン、受ける残り2着。6番メジロマックイーン突き放す。6番メジロマックイーン、リードは1馬身、リードを開いていく。6番メジロマックイーン、お見事。6番メジロマックイーン
強さを見せた見事な勝利です。勝ったのは6番メジロマクイーン。ライバルに打ち勝ち見事大きな一勝を手に。うまい。なんか思ってたのと違う。之前很多人说，看很多人在分析赛道，说破影会在那个进那个进尾盘之后的直线就开，所以那个怎么讲？二番人气は插马的那个时候就被追过去。一番人気に負けそう。所以怎么讲？美吉欧莱扬的技能会开不出来。结果破影不是在那边。美しい青空が広がる京都レース場。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはイコノブルボン、マヤノタップの老成帝王。期待通りの結果を出せるか。一番人気メジロマックイーン。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うマヤノタップのメジロマックイーン。ペースが速い。先頭はミホノブルボン関心で飛ばしていきます。続いてマヤノタップの第4コーナーカーブ。先頭がやや速いのか。縦長の展開だ。マジで自分のペースを保っているようですね。先頭は相変わらずミホノブルボン続きました。マヤノタップの2番手の位置で開いてメジロマックイーン。4番手にライスタワー。外から外から東海帝王。1周目の直線スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。結構破影如果是在中期才会开的话，那这样子论点就完全不同。嗯，没有了。意気揚々と先頭行きます。ミホノブルボンどうでしょうこの展開。分かってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。順位を振り返っていきます。現在2番手はミホノブルボン。すぐに続いてマヤノタップ。そしてその内からいたのはメジロマックイーン。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭はいてミホノブルボン2馬身リード。1馬身離れてマヤノタップ。その後3、4馬身開いてメジロマックイーン。少し離れてライスシャワー。1馬身差スーパークリーク。その後3、4馬身開いて東海帝王。さらにはマンハッタンカフェ。そしてその内を回って成田大臣ゴールドシップ。並んでくる。ミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン彼女の客室には合っていますね。1周目の向こう正面各馬娘たちの動きが激しくなっています。依然としてミホノブルボン2馬身差マヤノタップのメジロマックイーン。ここにいた1馬身離れてライスシャワー。ライスの那个护有吃到一点，但ライスの那个护有并不是往前这么说，破影在这里，所以是尾盘的直线，但是不一定是中指，或者是说，反正是尾盘的直线就对了。有机会在就是加速结束之后，有将近尾盘的第三弯道前面。耐心頑張れ耐心。なんだかんだ一個更新。何？减速失误吧。减速失误。次は絶対一着取ってやる。那咖啡的速度多少？看一下。顶速输了。嗯，原来铁 S 的铁哟，我。只是要先行要赢还是有点困难。啊，不过我们这一次的白星是不掉，如果没有不掉，说不定就赢。好吧。哎，谁讲？実力は引けを取ります。啊，毕竟我们讲赛马就是一款，也不是一款。赛马就是一种蛮吃运气的竞技，
現実之中嘛，其实那个身体状况也不一定会不会是这样。集中してましたね。现实之中的嘛，不太可能就是这样。最后一位は日本のブルボン前のトップガン最高峰からのレースとなった成田大進、大丈夫か？ちょっと苦しいが大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。日本のブルボン会長に飛ばしていきました。長丁場のこのレースですが、日本のブルボン早くも先頭に躍り出た。2番手の先頭を伺うのは早くも激しい競り合い。第4コーナーカーブ前から大きく接近した縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。現在1番手は星雲スカイ、続いては日本のブルボン2番手魂開いて前のトップガン4番手にアグネスタキオン、およそ5馬身開いてダリナブライアン、1周目のスタンド前にかかっていく。1馬身離れてレジロライアン、2馬身魂開いて9番ゴールドシップ、その後から4番ゴールドシップ、外から成田大進。星雲スカイ先頭を突っ込みますが、これは正解でしょうか？星雲スカイ彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。さらに日本のブルボン1馬身離れて星雲スカイ、そして前のトップガン、その後専用馬身開いてアグネスタキオン、魂か成田ブライアン。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、そしてここで先頭は星雲スカイ、日本のブルボン並びかけてきた。その後専用馬身開いて前のトップガン、アグネスタキオン、この位置につけています。2馬身魂開いてメジロライアン、外を回って9番ゴールドシップ、就是满满的那个阿格涅斯塔基姆的气氛。阿格涅斯塔基姆的研究室，旁边那个托纳是给咖啡的。お友達がね。日本のブルボンまだリードをキープしています。続きました。星雲スカイ三番手に前のトップガン、一馬身差。九番ゴールドシップ少し離れてアグネスタキオン、外にはメジロライアン、残り1000メートルを通過。一馬身離れてナリタブライアン、後ろ四番ゴールドシップ一馬身離れてナリタ大進。先頭は依然日本のブルボン一馬身リード、一馬身離れて星雲スカイ一馬身差。メジロライアン四番ゴールドシップ、ここから仕掛けどころだ。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか。早く。早く誰よりも早く、誰よりも早く甘く見て後で吠え面かかないでよね。私がマジだってこと教えてあげる。教えてあげる。4番ゴールドセンス、ここで抜け出した。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いが。もう全部押し好快。顶住输了，追不上。残り200。速い速い。4番ゴールドシップリードは4馬身、3番手争いは声優界アグネスタキオン。4番ゴールドシップ強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。勝ったのは4番。もう次は絶対一着取ってやる。なんて嗯，顶数也没有输啊，长直啊，他这样子顶数有1100哦，啊，那真的顶数输了，那没办法，我没有长 S， 没办法，果然长 S 果然还是很重要，长 S 果然还是很重要，而且这样子看下来啦，不管是就算是不是双逃，那个逃的距离好像都没有办法拉得很开。代表说，我们只要出一只霓虹布鲁本就好，出一只耐族的霓虹布鲁本，出一只耐1000耐以上的霓虹布鲁本，然后速尽量逼近千二，然后长 S 应该就可以了。我原本想说，出 Seven Sky 跟霓虹布鲁本这样子双逃，可以把就是跑马跟追马距离再拉开，避免那个。那个 Gold Ship 追上，可是后来发现，像这几场看下来，好像不管是双逃、三逃、四逃，跑马距离好像还是都没有办法拉得过开。虽然说一开始啦，第一圈的时候可以拉得蛮开的，可是最后还是都会被追马追上。所以看来这一次用双逃拉距离的战术可能没有这么理想。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは4番日本のブルボン、5番日本のブルボン、前のトップガン、期待通りの結果を出せるか。1番人気有田大進、5番日本のブルボン、快調に飛ばしていきます。
先頭は5番ミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番目の先頭を伺うのは3番ミホノブルボン、3番手マヤノトップの後は名人のバッテリー、小橋離れて成田開始、第4コーナーを進んで直線へ向かう。前から大きな展開した縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。現在1番は4番ミホノブルボン、続きました5番ミホノブルボン、一番審査マヤノトップが大きく離れて レジのバッテリー、5番手は成田ライオン、まずは1周目正面半分前に上がっていく。そして成田開始、一番審査ナイスネイチャー、9番ゴールドシップ並んでくる、少し離れて1番ゴールドシップ、4番ミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。4番ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。さらには5番ミホノブルボン、ちょっと遅れまして、前のトップガン少し離れて4番ミホノブルボン、あとはレジノマックイーン、1コーナーから進んで2コーナーへ向かっていきます。さらに5番ミホノブルボン、後ろ4番ミホノブルボン、一番離れて前のトップガン、そしてその内を回ってレジノマックイーン、一千出头的速能加那个长椅子，就最保险的，可以把速度降到极限。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。二周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。5番ミホノブルボン、依然先頭は5番ミホノブルボン、続いては4番ミホノブルボン、少し後ろから綾野トップガン、さらにはレジノマックイーン、ここまでが先頭集団、さらには5番ミホノブルボン、少し後ろから4番ミホノブルボン、残り 10m を通過。そしてその外から行ったのはレジノマックイーン、内をついて綾野トップガン、後から成田ブライアン、1番に離れて9番ゴールドシップ、少し離れて1番ゴールドシップ、ここで一気に後続が差を詰めてきた。さらにはレジノマックイーン、まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。誰にも邪魔させない。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。まだ1マシン以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。残り400、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはレジノマックイーン、1番ゴールドシップ、並びかけた1番ゴールドシップ、抜け出した200を通過。1番ゴールドシップ、悪くないけど、ナンパの強さじゃ意味ないし。以前都蛮速，可是这种速耐力都一千以上，这种就不好赢了。先一问三真七，速两张，力三张。我其实他妈都没有玩头，这样子可以吧？还是要靠 stamina 那个 speed bonus 加二的那个哪里都不太一样，比较好拉速。哇，人家前速耐力破千的 Goldship 哦，还长 S， 你看那个，这恐怖。这个 speed 这样加上去已经逼近前二了，看不到你们讲三速二力一里市场外力，真恐怖，现在就多列死哇。看来就是基本就是速一千一，速应该不用到一千二了。当然遇到像就是这种怪物的话，遇到像这种怪物基本上都是顶速对决。再加上米花那部分一下接近顶速 ，stamina 够就还是输了，大概是卡西科差不多吧。要拉那个拉速那个速耐力，然后又要把弦拉高，这一次的跑马很困难啊，这个就是跑马很困难。重点是啊，不管是 Seven Sky 啦 ，Seven Sky 他没有 Stamina 的 Bonus， 所以要拉耐比米后诺布的崩还要困难。好恐怖！
ようですね。勝ちは十分に出る。あれはスタートです。カズマの娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは桜爆心王、日本のブルボン、マヤマカクマ、カイローリの結果を出せるか。一番人気第1者は長丁場のこのレースですが、日本のブルボン早くも先頭に上がれるか。2番手の人で先頭を伺うのは桜爆心王、一番人気者はマヤマカクマ、4番手に第1者は5番手スペシャルリーグ、魂離れてゴールドシップ内を回って来ました。外遊コーナーを進めて直線へ向かう。日本のブルボン会場に飛ばしています。ライスタワー上がっていきます。先頭がやや速いのか、隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。先頭は相変わらず日本のブルボン、続いては桜爆心王。まずは1周目正面スタンド前に入ったゴールドシップ、ペースが速い。順位を振り返っていきます。先頭日本のブルボン、レースはよどみなく進んでいます。続きました桜爆心王、今進化前のトップガン、その後からライスタワー、その後太陽マシン開いてゴールドシップ、そしてその後ろから行くのは成田大臣。一番手に離れて連勝の塔、その後並んで大臣連射、意気揚々と先頭行きます。日本のブルボン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。現在1番手は桜爆心王、一番審査マヤのトップガン、その後から日本のブルボン、そしてその後ろから行くのはライスシャワー。一番審査スペシャルウィーク、4馬身離れてゴールドシップ、2馬身差成田大臣、2馬身3馬身開いて名勝の塔、そしてその内を回ってライスネイチャー。2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます桜爆心王。大臣依然先頭は桜爆心王、1馬身離れてマヤのトップガン、3馬身には日本のブルボン、4番手ライスシャワー。1馬身差スペシャルウィーク、ゴールドシップ並んできた。内から成田大臣、その後太陽マシン開いて名勝の塔、残り 1000m を通過。さらにはライスネイチャー、桜爆心王先頭を進みますが、これは正解でしょうか。桜爆心王、彼女の客室には合っていますね。先頭は依然桜爆心王、2馬身リード。1馬身離れて日本のブルボン、ライスシャワー。ここにいた2馬身3馬身開いてゴールドシップ、間もなく第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。ライスシャワー、ここで抜け出した。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあ外から先頭を叩くのは成田大臣、400を切りました。全出力アップ、日本のブルボン発進。最初のコーナー最初に立ち上がったのはライスシャワー。日本のブルボン抜け出したのは成田大臣、だが後続も追いつかれ、残り2曲。いける、大臣根性見せよ。よし、お見事成田大臣、100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのは成田大臣。这次有赢的都是追马耶，哪有在前面忙汉当咖啡？看来这次果然还是这次还是追马比较吃香。私の実力思い知ってた。这次我们有赢的都是追马，忙汉当咖啡赢两场，台新赢一场。もっといけると思ったけど、ま、こんなもんか。好啦，那我们这一次的拜拜的两多万就先到这里好了。那个我还要再去继续练嘛，对，继续练嘛。毕竟我这次哪一个代行跟那个 Seven Sky 都是赶鸭子上架，都还不是完全力。嗯，可是说我一没想到。有点没想到我这次拿牙带型可以，我其实这次拿牙带型是跟卡玉成，我这次拿牙带型是跟卡玉成，哎，竟然可以，因为我都看拿牙带型它的根性加成是20，然后速加成10，就是拿牙带型还是有机会的啦。他那个破影的位置就很重要。你看，不过刚刚那场破影完全没开嘛，不管是在呆山扣拿钱还是在中指都没有开过，而且固有也没有开到，所以刚那场破影我是觉得有点不可思议。而且刚那场呆心的心情好像，奇怪，那一场怎么赢？有时候就很奇怪，那可能是对手就没有那么没有像前几场那么强，对，运气啦。好了，
那么我们今天赢的就是哪一代星胜率8%，还有我们的曼哈顿咖啡胜率40%。可是这曼哈顿咖啡也不是完全体啊，它常没有 S， 常没有 S， 这就是我练的第一支吧，第一支曼哈顿咖啡。不过我对人说啊，因为我这两只追马都一批的，这两只追马都一批的，所以这两只不能同时上场，要不然就是我重练一只，两只重练其中一只，但是其中一只不能点一批的，不然那两只同时上场，快一批都浪费掉了。好啦，那么这次就先到这里好了，不然现场看怎么来着？看看还想干嘛的？よかったらチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。じゃあ祝大家都可以都赛跑顺利，还养马顺利，都天天出地库，天天出仪器，天天出长 S， 嗯，いいね。じゃあ、ending。